さんこんにちは。こんにちは。着物節チャンネルの吉田節子です。オーバーオールで。はい。はい、これね T シャツ作ったの。花火のね。花火。着物レンタル花火っていうのができまして、うん、こちらは高いレンタルじゃなくて、ヘアが5つぐらいの中から選べて、うん、選んでいただいて着物を着付けをして1日行ってらっしゃいってやって、うん、全部で6000円でございます。っていうプランをちょっとね今日ね、はい、ご紹介したいと思いますので、はい、早速この後中でお寄せ伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速行ってみましょうか。はい、そうですね、今開けたんで、はい、はい、ここでちょっと履物脱いでいただいて。結構広いですね。そうなの、広いんですよ。でこう一応このような形でここから選んでいた、はい、今、ね、季節的にちょっと夏の過ぎた、ね、9月とてますので浴衣が入ってますけども、ええ、基本まあ浴衣を、ね、夏の季節はね、夏なんで、また10月になると入れ替えて合わせのものになりますけど、ね、はい、でまあ、いろんな種類の浴衣が、あと男物がこの奥に、はい、そうですね、ありますので、そっちの方もあって、はい、選んでいただいてから、履物は後からも選べるんですけど、はい、選んでいただいたらここでご精算していただいて、うんうん、はい、そしたらこのまま持ってこの中にこっちで、ね、ヘアメイクするという形で、はい、そうですね、ちょっと今日先にもうね、はい、ご準備いただいてるね。そうそう、やってもらってるんですよ。はい、ちょっと入りまーす。もう、ね、あら、もうだいぶできちゃった、できちゃった。先にご用意いただいてて、はい、そうなんで、はい、まあ5分ぐらい、そうですね、はい、はい、で5パターンぐらいの中からこう選んでいただいて、うん、今割とトレンドがこう下げるものの方が多くて、ね、はい、すごい可愛い。で髪飾りも全部お貸ししますので、はいはい、はい、スタッフの中村です。中村なんでしたっけ。あずささん、ね、はい、よろしくお願いします。やっぱご近所なんです。すごい近所、ね、やっぱ皆さんそうです ね、 ね、よかった ね、 ね、可愛くね、仕上げられてて、はい、で、あのモデルはちなみにりのちゃんのお友達急遽お願いしたんで、ごめんね。よかった。あれからね、でも韓国に、ね、語学留学、ね、するんで、今の間だけしかね、いつも可愛いからやってもらってるんですよ。ヘアセットで5分ぐらいでしたっけ。そうですね、5分ぐらいでやって、ね、で5分ぐらいで着付けて、うんうん、はい、それで出ていって、だいたい15分から20分、はい、あのその方のペースにもよるけど、でお預かりして、あの全部荷物こっちの方でね、はい、はい、お預かりはいたします。なんかこのターン見ると懐かしいですね。ねえねえ、別館、みんな別館から持ってきてるっていう。いやいやいや、大切大切、はいはい、じゃあもう実際あずささんには多分ヘアセットしてもらったので、うん、ほぼほぼ完成って形で、ね、はい、じゃあこの後はせっかくなんで浴衣選んでいただいて、はい、先生着付けるみたいな形でいきましょうか。そうですね、はい、はい、じゃあこの後よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速、はい、今回モデルにご協力いただきました、はい、清美さんの方に、ね、そう選んで、本当は先に選ぶんですよ。でちょっと先やってもらっちゃったから、はい、どれがいいかなって言ったら迷っちゃうって言われたから、私なんかこれがいろいろ見たんだけど、うちでも撮影使っちゃってるから、これ一回もないんですよ多分撮影が。これ似合いそうな気がするんだけど、お肌の色とね、こんな風に、あの選、私スタイリストだったね、考えたら選べるね、選ぶ。じゃあこれ着てみます、なんかどうですか、いい、はい、いろいろ似合うと思うんだけど、これじゃあこれにしてみましょうか、はい、そう帯セットなんですよ、可愛くないですかこの色で、これをこのようにこんな感じ、あ似合うよね、じゃあこれで、はいはい、はい、あとで下駄も選びますね、はい。先生入っていいですかね、そろそろ。あ、はい、もうあのだいぶもう全部完成しちゃった感じだけどね。はい、おお、本当だ。どうですか、ここね。大じゃないですか。ええ、ね、ぴったりだよね。ね、いいですね。うちのね、専属モデルのようにやってもらってくれ。はい、だって韓国行っちゃうんでしょ、リア。行っちゃう、行っちゃうまで大丈夫。これお花なんで。ちょっと蝶々みたいな、手こびをこんな大胆に、ね、結んでみました。みんなさ、割とこうボリューミーにこの辺でやるのが実は流行ってんのね、うん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 、で髪型が今ここまで来てるから、うん、あのこの辺に来ちゃうとここ当たっちゃうなと思って、ね、でここにね、実はあのよくあのレースを、はいはい、こうもっと入れ込むっていうのもあるんだけど、ね、やってみますか、レース。あ、行きます、はい、レース、学先生はそのレースの、ね、なんか持ってきてみたけどさ、私やり方よくわかんないわけよこれどうやって絡ませるのかなと思いながら全くわかんないよ。こういうのでいいのかな、お土産ね、あ、こういうのでいいみたい、はい、でここにまた垂らすみたいだよ、こうやって何でも何重にもやるわね、最近すごいね、もうふわふわでね、本当またここにこう作っちゃうでしょ、あ、ダブルリボンみたいな感じで、うん、ダブルリボン、
自由自在だね、これ ねへこみその辺がね、いいですよね、うんうん、こうレースも含む。だからヘアが大体5分ぐらいで、うん、まあ、着付けもね、10分前後ぐらいでね、うん、もちろん凝りこだわり具合によって変わりますけど、大体15分ぐらいで完成って感じですかね。そうですね、すごいわ、何でもできちゃうわこれ。あら、急遽ね、そんな形でやりましたけど、はい、どうですか、妖精みたいになっちゃうんですよ ね、はい、いいじゃないですか。ちょっとじゃあ正面向いてもらって、うん、こんな形になりましたというところで、ね、ちゃん可愛いわ ねありがとうございます。急遽ちょっと、ね、こうやってこれを全部やって透かしても可愛いんだね。上に重ねてもそうですよね、はい、どうでしょうか皆さん、はいはい、こんな6000円のヘアと着付けで、あなたも着物体験してみませんか、ね、一応ね、このチャンネル見てる人はね、あれですけど、はい、もちろんね、地元の方とかね、ちょっと観光に来られたらね、はい、ぜひね、花火のね、浴衣レンタル、着物レンタルご利用いただければと思いますので、はい、あとね、急遽な着付けだけとか、うん、あのヘアもいれば、はい、ヘアだけとか空いてれば、うんうん、ちゃちゃちゃってやりますので、なるほど、ね、はい、そういうなんかご要望もね、周りが旅館が多いので、うん、すごく多いんですよ、うん、ちょっとやってもらえますか、はい、っていうことも、なのでぜひそんなこともありましたら言っていただければと思います。ぜひぜひですね、はい、清美さんすいません、急遽 YouTube、はい、ごめんね、ね、かわいいから、ありがとうございました、はいはい、ゆいちゃんよろしくお願いします。バイバーイ。韓国頑張っていきましたね。